入るぞ君、おい入るぞ、入る、これ入る、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 はい、ということでピラヤと日誌チャンネルです。ジタニです。ヒロヤです。お願いします。何もご元気なんで、とりあえずはい、やっと解放されたっていう、いやいろんなストレスからちょっとだけ解放されたな。このストレスはほんまにななんていうのな、もう究極のもう超ヤバい嘘を話す感じのストレスですよね。違う、あ、嘘そう、嘘をあのバレた時の感じ。ちょっとそんな嘘つきじゃないからさ、ごめんごめんごめん、あんま嘘俺嫌いからさ、まあ確かに嘘ってつけばそのでかくなっていくから、あ、そうそうそう、確かに、まあまあまあ、その話は置いといて、置いといてください。はい、とりあえず試合を、無事、はい、終えることができました。はい、しっかり勝ちました。はい、お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。1ラウンドどれぐらい、1ラウンドで1分30秒ぐらいかな、確かに。その細かい動画は多分この後上がると思うんですけど、はい、とりあえず1分半ぐらいで、はい、まあ、フロントチョークで、まあ、一本勝ちすることができました。はい、綺麗にいいもの見せてもらいました。うん、まあでも結構作戦、まあ、あの展開は違ったけど、最初の出会い頭は全部、そうだね、そうだね、あそこをさ、いつも台打俺結構もらったりする。ああ、そうだね。だけど、もうなんか冷静にそう、いけたかなって俺思ったな。確かに、あの三日月と三日月入れて、そうそう、でその後に俺カーフ行こうと思ったけど、まあ、フックフックで入ってきたから、いやいや、あれはもう右でよかったと思う。やんな、その時一発目三日月の後に一発次の攻撃で相手メイクアウトして、そうやな、うん、そうそう、俺バーンってやって、で、まあ、クリーンヒットしたんやけど、そのまま距離潰されてテイクダウン取られたんやんか。そうなんですよね。でそこで、まあ、ニッシーがこう、あ、メイクアウトしてるからなって言って、あ、メイクアウトしとんやと思って、なるほどなるほど、あ、全然焦らんでよ、ちょうど俺の場所から見えとったから、そうそうそう、よかったよかった、しっかりバン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 っていって、で、まあとりあえず、まああのさ、まあ俺のちょっとなんていうの、まあ立とうとしたけど、まあ相手もそこ、まあ俺の癖じゃないけど、まあ動き方をなんか、まあ対策ちょっとしとったから、なんか潰そう潰そうしとった、確かに確かに。まあ西が壁使って立っていって、まあそれ聞いて車椅子して、まあ、普通に立っていって、で、まあまあ、しっかり立って、まあそこからやな、まあなんかあのいつも練習でやってるんで、まあ、フロントチョークとかでパッて入って、あ、これ絶対いけるわと思って、俺もいけると思った。その瞬間叫んだ、これなんかもう決めてまえって叫んだ。そう、西谷君、こう俺が試合前にこう入場する前に、もう決めんでええから、もう判定勝ちしろよみたいな。そう、もうしっかりドヤ顔で、ドヤ顔で、もうしっかりもう判定勝ちでいいから、まあ、確かにもうプロの試合やから。ああ、そうやね。そう、判定で勝てんとなん、まず話してないので、そんな一撃爆狙ったところで、まあ、プロの世界で通用しないんで、うん、まあ、しっかり判定勝ち、まあ、僕もしっかり、まあ、判定勝ちを狙いながら、まあ、動けば一本勝ち取れるかなっていうふうに、まあ、考えてて。ああ、そうだね。そう、まあ、本当に理想はバックチョークで決めるかなと思ってたんですけど、うん、まあ、その前の段階で。いやいや、そうだね、そうだね。あ、まあ、フロント側で入った時に決めろって言ったやんか、うん、思う、なんて言うの、絶対離さんっていう気持ち。ああ、そう、まあ、あれはもうガッツリでも入っとった、うん、まあ、もう絶対逃げれへんところまで入っとったから。ああ、そうだね。まあでも出会い頭もそうだけど、まあ、プラン通りいろいろ用意しとってよかったかもな。その、うん、こうなったらこうする、こうなったらこうするっていうプランを用意しとったから、いや、あくまでもまあ自分からっていう。そうだね、そうだね、うん、とりあえず、まあでもね、本当に西谷君にこうやって沖縄まで、もうブレイキングダウンの試合前なんですけど、いやいや、沖縄まで、まあ、来てもらってね、まあ、水抜きとかもいろいろ手伝ってもらったし、まあセコンドとかで1日で1日仕事っていうか、まあ何日もかけてこうやって僕のためにこうやって時間使ってくれて、ほんまにありがとうございます。いやいや、これで結果出してもらってるからね、もう完璧です。そうやね、はい、まあまあそうやね、なんかほんま勝てて嬉しいというよりも俺はホッとしてるし、いや多分俺もまあまあひろや君並みに緊張してたと思うよ。そう、まあ俺もまあ緊張するんやけど、やっぱ日誌の方が結構、はあ、緊張するわってずっと言っとったから。そうやな、多分俺と同じぐらい緊張しとったと思う。やっぱりまあ選手が一番多分緊張すると思う。そうやね、結果も出さないといけないしな、それ。そうそうそう、やっぱり YouTube とかやって思うけど、やっぱ負けれへん理由が一つ YouTube でなんかできたんかなっていうのを今回改めて俺感じましたね。そうや、ちょっと応援してくれてる人もほんまに多いし、どんどん増えてきてるんですよね、本当に。で、こうやって初めてさ、2人でこう遠出というか沖縄で、そうやね、ほん
まに2人だけで、いつもみくるさんとかがついてくれて、本当にまあこうなんていうの、まあ、俺らからしたらまあボスみたいな感じでおるけど、こう2人で同志として一緒に、なんか最初ライバルやったのに、こうやって2人で沖縄来て、でまあ試合一緒に臨んで一緒に勝って喜んでみたいな、なんかほんまになんか嬉しいというか、もう YouTube 始めてよかったよな、ほんまによかったと思うわ。そういうのでもやっぱ負けれへんなっていう、自分一人じゃない、まあ、自分のためにもちろん戦ってるんですけど、負けれない理由が一つなんか新たにできたなっていう。確かに、これやっぱりなんていうの、 YouTube とかそんなんをなんか中途半端にやりながらなんか格闘技するのはっていう俺はタイプやったけど、なんかみくるさんに YouTube やればっていう風にまあずっと言われとった意味もなんかこれもあるんかな、おーとな今になって感じるかも、ちょっとそれ、まあ、あの時の俺らがでも YouTube やっとっても良くなかった。ああ、確かにな。だそれを経験してきたからこそなんか今やっと感じれるものなんだな、ほんまになんかやっぱ負けれないですね、とりあえず勝てて良かったです。いや本当におめでとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、やっとなんか沖縄に来たんかって気持ちになれますね。そう、勝手に下に君一人で沖縄満喫してたんで。海とか行っとったな。海とか行った。なんか毎回ストーリーでなんかわっきわからん、体に悪そうなもんばっか食っとったもん。そう。楽しんでるな。そう、勝手に満喫させてもらいました。すいませんでした。いえいえ。でもそれでもね、こう自分僕のサポートを全力でしてくれたんで。いやもちろんそう。いやほんまにありがとうございます。とりあえずこれからもね。2人で頑張っていこうっていう、今日はただの報告動画でした、その試合のね。はい、ということでスポンサー紹介させていただきます。このメインのところが有権会 KT 鹿さん、あの河野さんっていう、我らが河野さん、はい、私のマウスピースとか、はい、まあ、その歯の治療とかです、ね、そうだね、そうだね、をなんかいつもしてくれてて、はい、本当にあのこの沖縄大会もう当日来て、そのまあ、当日帰る、もうほんまに友帰りで来てくれてたんで、今日ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。で、翔英工業さん、今回試合をわざわざ忙しい中見に来てくれました、本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、株式会社メディカルケアさんは、まあ、介護とかそういう、まあ、介護の仕事の、会社ですね。あと岸建設さんは、僕の地元の芝、まあ、とかですね、そういう感じの現場ですね、現場仕事をやっている方です。で、ヨネモーターさんですね、我らがですね、我らが三倉さんとか、三倉さんとか、リクトさんとか、もうみんなにこう応援するよって、もうほんまに熱い人や。いや、熱い熱いやな、うん、なかなかね、ヨネさんぐらい熱い人は見たことないから、マジで車買うならヨネモーターズでお願いします。お願いします。で、株式会社アイズグループさんはもう、姫路、僕の地元で、僕の、現場やってた時の親方なんですけど、の会社で、もう僕が辞めて、仕事辞めたにもかかわらず、格闘技で一本でやっていくっていうので、もうほなそれも全部応援したるわって言って、デビュー戦からずっと変わらず応援してくれてる方ですね。いや、そういうのマジでありがたいよな、マジで、うん、まあ、デビュー戦、やっぱ俺も3連敗もしたことあるし、そんな時に変わらず、なんかもう関係ない、もうお前が次勝ったらいいんやって言って、なんか応援してくれると、やっぱなんか、一人でやっとんじゃないなって、やっぱりそこで、うん、背中を押されるというか、ほんまにありがたいですね。ブルースターさんですね、これはまあ僕の、もう本当、講演会のをしてくれてるまあ会長さんなんですけど、もう本当に、まあ、僕はここでデビュー戦を飾ったんで、アマチュアのまあ試合で、まあ、ここで僕は育ったんで、まあ、皆さん、よくチェックしてください。浜木さんですね。浜木さんも、僕がそうですね、ブルースターの時からスポンサーしてくれてて、本当に、まあ、東京行った時も、いつもお世話になっている方ですね。以上ありがとうございます。で、焼肉レストランハイミエさんは姫路にある焼肉ですね。クラブラワーズさんとマートさんは、まあ、姫路のキャバクラとかそういう飲み屋街の、
店舗を経営されてる方ですね。株式会社 XK さんは、まあ、ちょっと名前はあの言っていいか分かんないの で、 なんですけど、有名な方だ。もう超有名です。超有名な方、見てる方多分絶対知ってるんじゃないかな。ああ絶対知ってる、絶対知ってる。デビュー戦から本ついてくれたら、おお、そうやね、そう、僕もついてもらってるんで。そうか、やばい、これ大丈夫。俺ちょっとバキって言ったかもしれない。デビュー戦から、はい、本当に感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、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 で、この方も、福岡のスポンサーさんで、今回の沖縄大会からついてくれてるスポンサーさんです。で、MK 産業さんは、福岡のスポンサーで、前々回ぐらいから、スポンサーとしてしっかり応援してくれてて、今回も家族で沖縄に、応援しに来てくれました。本当にありがとうございます。本当にね、これを応援してくれてる人がいるから俺らも頑張れるからさ、うん、いやほんまにこの人らがおらんかったら、ほんまに格闘技しっかり一本でもやっていけないし、続けていけれんと思う、本当に、うん、感謝いっぱいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。とは言いつつ、はい、11月3日、ああそうやな、もうブレイキングダウンですよ。いやもう3日4日後、いやな、もう休む間もなくってやつですね。ほんまにそうやな、はい、勝とうな。いや勝つ、あ勝つし、やっぱ派手に行くぞ絶対。そのブレイキングダウンは盛り上げてなんぼだと思ってるから、うん、絶対勝つ。皆さん応援、次引き続きよろしくお願いします。切磋琢磨して2人で、はい、どんどん上に、はい、上に行こうができたらなと思います。この動画が良かったら、はい、チャンネル登録と、はい、高評価コメントよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ブレイキングダウンもよろしくお願いします。お願いします。